南海トララフ地震臨時情報ががが出され警戒続続く中お盆の帰省ラッシュいいています日本道路交通情報センターによりますと高速道路の下りは各地で渋滞が発生し関越自動車道では花園インターチェンジ付近で47キロ、中央自動車道でも富士のパーキングエリア付近で47キロ、東名高速道路では 伊勢原ジャンクション付近で32キロの渋滞となっています東海道新幹線の下りは今日もピークが続いていて午前午後ともにほぼ満席の状態が続いています気象庁から現在南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意が出されています南海トラフ沖で大規模地震が発生する可能性が普段よりも高まっているというもので地震発生に備えた生活をお願いします